どうも、パフォーマンスストリアの相之助です。さあ、今回は二重ちゃんのですね、えー、TikTok を見たいと思います。ちょっとどこまで見たやろうっていうのはよう覚えてないんですけども、多分ここやろうかなっていうところから見たいと思います。まあ、今これポンと出したの11月1日ってありますけど、まだ二重ちゃんの投稿ずっと続き、続いてますしね。あ素晴らしいっていうか、やっぱこれですよね。うん、追いつかない。本当に。しかし、 あの今回ベストヒットに出たじゃないですか「二十茶」すごい革命的やなと思ったのがやっぱり古日本人のアーティストが、えー、韓国で1位を取ってしかも、えー、韓国語で日本の民放で歌うというもうそういう時代になってしまったという日本もいろいろマウントを取れなくなってきたとねほぼほぼ半分ぐらいって言ったらいいんじゃないですか INI さん JO1 さんもそうだし今回 n t ィ a m さんも出てなかったですけどテレ東のやつもそうです n t ィ a m さん出てたりとかもうほぼ半分ぐらい韓国が変わってないと番組がこう出来上がらないような時代ができましたよね。 これ逆考えてみてください。韓国、日本のアーティストが必要かって言ったら必要じゃないじゃないですか。それだけエンタメが日本すごい落ち込んでるんだと思いますね、うん。だって、一つの韓国の事務所から、だって、JYP さんから今回、n i z ちゃんも出るのかな ?TWICE さん、StrayKids さんも出るんでしょうそんな時代ですよ。そうなっちゃったよね。日本はどうなっていくのでしょうか 日韓で協力し合うのはいいと思うんですけどねうんではいきましょうかかわいいは <laughs> このリクちゃんかわいいなうもうさ寝てても踊れるだろうね うーわこんなやかさんとんでもないなうーわすんごい毎朝うーうんだからまこちゃんがケータリング食べた言うててああいうの聞くとちょっと安心しますよね なんかすごいないっぱい見たようなやつがいっぱい出てきてごめんなさいねかぶってたら <laughs> もうさあれですよねこんないっぱいコンテンツ出てくるの初めてだから自分が何見たのか覚えてないんだよね <laughs> どれやったっけ言ってこのウェイビーなまこちゃんよりもな まっすぐの方が好きやな。まあ、全部好きやけどね。りくちゃんかわいい。なんか似たようなやつ前あったよね、これね。まゆかさんのスタイルが、とんでもないになっちゃうもん。素晴らしい。うわ。うーわ。 うん、リオちゃんの体のの使い方に引き込まれまれすリオちゃんのこのステップのその足のなんていうのかなキレってわけじゃないですけどポジションの取り方っていうか足の踏み方がやっぱ明確だからすごくダンスの基礎が入ってるんだと思いますね。 うんこれ何これこれ見た気もするけどなごめんなさいね僕も過去に撮った動画とか全部消しちゃうタイプなのでそうおいまあこういうのはどんどん撮っていくべきですよね おーマイあ、これちょっとパフォーマンスじゃないの。すごい。もうずーっと動いてる <laughs>。どこ回しても誰かがこうやってやってるから <laughs>。いいね、ちょっとウェンズデー系で。あ、彩かさんやばいね、今の。うぅ。 リマさんの顔の小ささあとこのニナちゃんは可愛いな素晴らしいうんもうハーツリフスが止まらない <laughs> 面白いねこんだけ見てるのに振り一個も入ってこないっていうね <laughs> 覚える気がないんだろうね 視覚だ,だけでトライと覚える人っているんですよ、これが。あのスッキリ欲しいよね。中居君とかそうですよね。うん。いや、この本当タットダンスとよくもう合わせたよな、これは。うん。

これは誰でしょうか We trulyWe trulyMonday こういうコラボがね Weekly ってことかうわでもこの方うまいね うんおー素晴らしいマンデイマンデイウィークリー・ウィー・マンデイアーティスト名書いてるすごいね止まらないね いるなんかいるチュうちゃうわ忙しいおい止まらないねこれさすごいですよね本当にねこれこの戦略ですよほんまにもうねルセラフィンぐらいの 戦略ルセラフィンさんなんか1年前のか平気ずーっと載せますからねでもあれは本当あれあれが今真っ当なやり方ですから、ね、やり方っていうかあれが普通やからね皆さん韓国の企業と関わってるか分かるんないですけど韓国の人たち本当すごいと思いますよこういった面では本当に宣伝し続けるっていうかだってフリーコンテンツなんだから 見たい人が見ればいいし見,な見たくない人は見なきゃいい世界なんだから最近ドラマでもねその何て言うんですかね配信者がこうまあ土台となってそれに弁護士がみたいなのありました,ましたけどねうんなんかそのフリーコンテンツにそこまでなんかこう なんか悪いこと書いたりとか誹謗中傷したりとかちょっとねマインドのキャパシティがちょっとおかしすぎるちょっと本当に世の中うんでこんな風な人間が増えていくんやろうって僕はもう考えられない本当に全然意味が分かんないもし上げててこいつはああだこうだってこうけらしてるものがあったら指摘するべきだと思うんですよね大人がねうん ただなんか立派な大人なんか無駄に見なくていいものもなんかやらな、なんか今後一切あげないでくださいそんなことあげないでくださいじゃなくて見なきゃいいわけだから設定できるじゃないですか見なくていいみたいなそうあの上がってこなくていいっていう風にねちょっとごめんなさいねんとねああいう番なんかこうあれ見るとねもうおかしいんちゃうかなって思っちゃうんですよね すごい。これ誰が考えてるんでしょうね。おライブハーツリス・マユカ。ハズリス・マこれ誰なんでしょうかね。あまマユカさん。<laughs> やばい。マユカさんじゃない人が乗っちゃった。マユさんと誰やろうと思ってたら。 すみませんまゆかさんなんか違うアーティストに見えたねなんか IVE とかエスパさんがど,どっかのアーティストかな変わりすぎやそれぐらい貫禄が出てきたねいや いいねー忙しい忙しいミーヒさんまこちゃんまあまあこれ韓国でしょうねうん「インガヨーガ」って書いてありますからね <laughs> かわいいなこれこんなにミーヒさんしかは,はかれへんもん もう寝てて戻っちゃうだろうなハートリスなあらららああ眞優香さんやばこれもまゆかさんって感じだよなまゆかさんやっぱ骨盤がね広いからねこうもう余っちゃうよねすんごいスタイルだよ なんか結構みんなしょってるよね <laughs> これ誰ですか ?82 レオ,レオええー、元 XPG なんだええー、すごい ちょっとそういうの鳥肌立つわ。最高やないかい。ちなみに僕も今 EXPG 絡みのダンススクール行ってますけどね。いつの間にか EXPG の,の,の下になっちゃってるんだけど、僕のダンススクールもね。いやーすごいね、これ。あれれれれ。あ、来週ですね。はい。 ライジさんですはい、エン・トンエン,トン・トエン,トン・トおやっぱりこういう線の作り方はな浅いなやる気出して あの、これ、ライズさん、これね、皆さん知ってる方、知ってない方いるかいるか,かんないですけど、ライズさんはすごいですよ、マジで。マジでライズって感じで。ほんとに。翔太郎くんとかね、もうとんでもないグループですね。でも、だいぶラフに踊ってます。近いよ。近いよ、ライズ。うーわ。 これでも踊るんかいっていうね <laughs> もうさこれはもうあやかペン死んでる、ね、ほら見てほらまもあやかやかやかこんなパジャマ着る人いるいないですこれもまずいないです <laughs> これリクちゃんかわいいな まあこれリバちゃんの一番こうラフなんない一番いい感じなんじゃないまこちゃんのもねただまこちゃんのこの模こんな毛布をつ,くついたパジャマ着る、まあ、パンインチで寝てる僕がパジャマに対して物事言うなって言われそうですよねうわこれはもうね もうマヤさんペン死んでますね。マヤペン死んでます。もうドンピシャン。ジャパニーズ。すごいよ。うぅ、だね。もう。 なんかミイシさんちょっと大人っぽいのうんあ来ました来たねヘオンシーと巨人ちゃん来たね <laughs> ここにヘオンシーが先輩に見えるんだがって書いてありますけど確かになまあ練習生としては多分へあの先輩でしょうね多分ね もうサイボーグだもんね、この二人。うぅ、柔らかいんですよね、ヘオンちゃんの手首って。ほんと柔らかいんですよ、手ほら。もうヘオンちゃんの手首ってめっちゃ柔らかいんですよ。前から見てんだけど。巨人誌はもうあさると。もうこういうの得意よ、ほら。もうこういう角取るのも。 もうエンミックスさんのなんかやダンスプラットンプラもう本気でやってるの僕ぐらいですからねいやー最高もう全部やってもう平穏しはいお疲れですもう一ーち,ちゃしょチャンピオンチャンピオンおぬると 今日も20カプカすごいね。一アンコールチてこれはもうコラボでしょこれコラボです。おぶり春な 新名で。おぉ、新名取ってる。新名取ってんのおぉ、素晴らしい。新名ですぐできるっていうのは素晴らしい。来ましたね、これでしょはい。リリーがリリーが書いてる。リリーカーか。リリーカちゃん。ねえ、虹プロからの子ですよね。ちょっと正直ね、僕、もう、あんまりオーディション番組っていうのは、 あんまりあの好きで、虹プロ大好きで、虹プロからこれ、ここに達したんだけど、あんまりずっと見れるほど好きではないんです、あの緊張感とかが僕ね。そんなに覚えてないんですけど、うん、まあこういうふうに、結構あそこからアーティストになったりゆなちゃんとかもデビューしたりとかね、うん、やっぱり道をどんどん開いていってる子が多いみたいですね。 すごいすごいなんかダラダラ歌ったんだっけうんさすがおおさすがかわいいよねうん誰が受かってもって感じだと思います本当に。 もう運と人間力うーわ忙しい忙しいおフイズチあグラビティセリンやっぱ男広くなるよね価格がね。 決して二人ではハートをつかない配慮。おーええやんああそういうことねこれはやじゃああいとるよじゃああいとるよじゃ, <laughs> よじゃあいとる ウィーミーヤン、ミヤンミヤンこの衣装本当ウェンズデー <laughs> むざい、むずいよなほっそっほっそもうこれが K ポップ代だ すんげーイガッツイのきたな <laughs> おチェイとチン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 バンチンバンチェイだおおおおう, <laughs> うまいなやっぱりな お素晴らしいにじゅうちゃんがこんなになってきましたよしかし二人りなすっげえビジュアルだな What is this? まゆかさんがちょっとさなんだこれまこちゃんあららうわ何このコンテンツすごいね。 すごい。あ、ダンプラのね。あ,あ、もうこう。すごいね。忙しいあら、11日。かわいい、りくちゃん。かわいい。チョップスティック。チョップスティック、踊ってほしいですね。かわいい、りくちゃん。 ちょっとこれはね、これはパフォーマンスがないので飛ばします。お、誰でしょうか誰すあー、べっ、べっか、べっかやんべっかやん。そんべにんが、あっけ。あれ <laughs> いろいろあるんだな <laughs> コメントコメント厳しいぞいろいろあんねんみんななかわいい孫じゃビビスビーアオ,オプチアソンベニングワービビチ うわ、ミーサさすがですよねうい素晴らしい。 忙しいマジでマジママジマくんパンさんあ来ましたああ来ましたねフェリックさん かっこいい <laughs> あのストレイケッズさんのねチャンネルであのリオちゃんと踊ってるやつ見ましたけど <laughs> あの今回スキズさんはねあのラックってやつであのー、看板してますけどもねもうヒョンジンくんやばいですほんとにまたやってる 一生かわいいですよねダイヤンペルペ,ペルペルペル,ペルすっごい髪色すごいねコラボがね キスオブライフ。キスオブライフか。このね、ハッシュタグの僕、英語めっちゃ見づらいんですよね。すごい、仲い仲い,いんだね。おジェロベースワンじゃないこれ。お、終わってる。<laughs> おソン・ハン・ビン、キン・キンギュ・ンギュビン。 もう広いね面がおいいねうまいうまいっていうか特徴を捉えるねあら短いまあ結構人気ありますからねゼロベースバーズさんコメントきつい <laughs> やばいねこ,この衣装ちょっとさずるいよなこれ。 この衣装はちょっとな、着てるな。おい、いいね。今の前川さんよかったね。いたいこのチャンネルいつまで続くようになってもうし。もう美中チャンネルなんでね。えい。うん、これ陸ちゃんっぽい。 まこれダンプラで見ましたね。おうわ。すーごい師匠が。一生っていうか、ヘアスタイルマッチングしてる。エスパーウィ。チーチェル。ジーチェル。う。すごい美女。すごいスタイル。 いすごいなトレーニングしてんのかなうーん全部の上部繊維発達してますねん <laughs> あーこれさこの仕事ずっと続けてたら絶対老化しないよね頭ね本当に同じことやりながら語学変えるってどんな頭にストレスか分かんないあのこれ体でも一緒で ワンサイドで同じことをやり続ける。例えばこうやってタッピング続ける。タッピング続けながらこっちで違うことやるとか、こっちだけリズム変えるとか、こっち8ビートでこっち16ビートとか、これこれ難しいじゃないか。スイッチして、こっち8ビートにして、こっち16ビートにするとか、<laughs> こういうことやってるわけですよね。そう、だから運動でもすごく大事なんですよ。ワンサイド doing something, then、例えば面を変えてるとか、そう。 そういうい今そういう時代になってきてるんですよ頭の維持の仕方ってそうだから皆さんも運動指導者選ぶ時とか日本人はまだまだ娯楽レクレーションだと思ってるんですねフィットネス違いますからね、うん、予防医療だからね本当に自分の頭と体をリンクさせておくっていうこと精神もそう精神っていうのは判断もそうです自分の体が老化してるな判断力がないなでもねこれって皆さんね 治るとかいいつでもと思うしはそうしそじゃないのよ。人間ってそういったことも価値観として今皆さん運動やらなきゃな運動大切だよね体動かさなきゃな思ってるじゃないですかそう思わなくもなってくるそれそれ、ね、そう思えなくなってくるの心も老化するから心も弱くなるんですよ自分に対して圧力をかけるなんてもうそんな風に作られてないんですよ本当に だから、だから一刻も早くやった方がいいの。自分の頭が少しでも若い時に、1秒でも2秒でも若い時に、自分を客観視できて、自分を客観的に厳しく、自分で指摘できて、自分で判断するってことができなくなってくる。これも老化なんです。もう、地球で行きたくないな、もういいなってなってくるのと同じ状況なんです。悲しいよ。でも同じ生命だから。ただ、 なんでそれを今厳しく言ってるかっていうと生かされてしまう時代だからです勝手に散れないんですよそうだからね、うん、皆さんも n i z ちゃん見てああこういうことちょっとやりたいな韓国を覚えたいなとやったらいいと思いますあ僕も間違ってるかもしれないですけどなんとなくねジョンジョン すんにヨジョンまあちょろちょろ読めますからね理解はしてないんだけど <laughs> おっ 2pm2pm ですチョンゲイソンベニンかっこいいよねまちょ もう 9pm って言ったらもうさ、まあ、こちゃん出してほしいね。うぅ、あ、りくちゃんいい動きしてるよ。りくちゃん、いやややいっす。うおっ、かっこいいね。9pm。おお、ハートありです。忙しい 忙しいウィジューただいまってっててテルトーテルトー見ましたよすごい線綺麗だったよねあれライブかなと思ったらしっかりちゃんと日本で歌ってたのかねうわもう脂肪がないもうケータリング全部食べてくださいもうね可愛い,いこのマコちゃん,マヤさん あ来きた <laughs> でかい <laughs> ちょっとさコメントみんなコメントさ何でも書いたらいいってわけじゃないぜこれみんな一応人間としての先輩やからねあの、まあ、こうやって画面に出るからなんかもうアニメのキャラクターみたいな思うかもしれないですけど一応人間やからねちゃんとみんな敬意払った方がいいと思うけどなうん あんまりこうやってこれうん、どうなんだろう。まあ人それぞれやけど。<laughs> でも確かにちょっとちょっとゴリラ感はあるかもしんないけどね。<laughs> 手長い。すごいよね。 ジェーパークさんのあのパフォーマンス今年見れただけで本当とよかったと思う,うパークさんのあのパフォーマンス見たら僕もねこ、うんなちょろいこと言ってらんないあんな <laughs> これさまヤさんここにいたらもうとんでもなかったねここでパーコーンやられるかなこれ <laughs> うぅ すご,い <laughs> すごいねこういうなこういう関係性になっていくのはほんと素晴らしいですねあこれねベストヒット火曜祭見ましてこの衣装かわいかったねうんもうこんなりくさん何回これを見るんだよ いやー、すごいマシンがこんな TikTok 僕回したことあります最高やろ、俺。もうずっとこれでやってたい。緊張感ゼロ。もう他のチャンネル緊張するんですよ。あの名前覚えてないから。もう名前警察多くてね。だって海外の人のリアクション動画皆さん見たことあるもう、自由だから。 ほんまになんでこんな名前警察がいるんやろうね俺 <laughs> 全然いいもんこの黄色い子かわいいとかこの黄色い子すごいとかね全然ええやんこれかわいかったよねミーシャなんかしょってる思ったりくちゃん リクちゃん可愛いけどさこういうキャラちゃうやろっていううんあっちのりくちゃんの方が好きなやろうねギャッハッハー笑ってる韓国のあの番組でも日本語出ててるからねまだやる <laughs> まだまだいきますよ 200%20 よぎ。でりょ。ほれ。いいね。最初の左のこの女の子の名前を教えてくださいと。まやさんでございます。まあ、ちょっとね、混乱するよな、ね。まやさんってな。に、あの、あの、どこだ。XG さんにもいるからね。まやちゃん。 でも全然違うからもう XG と言ったらねりくちゃん可愛いよなほんとなでかわ全員可愛いいんだけどさやばいや今ちょっとミーさんいいねいいね、はい、最高です もう20にはもう常に200万点あげたいですねもう破産してでもプリン送ろうかなと思うよねね二2ヶ月分ぐらいねそんなプリン持たんやろっていう話ですけどおここまでですねいや 皆さんこれ最後まで見てくださった方レジェンドですはいもうこれですこれをずっとやっていたい感じですね本当にいやーでも本当この戦略があるから、うん、戦略っていうかやっぱこういった楽しみ方が今現代の楽しみ方であってね、うん、すごくありがたいですねさあ来年はどうなるんでしょうかさよなら